はい、こんにちは、ヨシウクレレヨッシーです。ウクレレ宴会芸小ネタというところで、今日はウクレレでね、音楽的なことをやろうというのではなしに、小鳥を呼んでみよう、鳥を呼んでみようということをやってみたいと思います。用意するのはウクレレと布、まあタオルですね。これに水を湿らして肩絞りをしてます。これで弦を、ウクレレのナイロン弦なんですけど、これはね、これを、まあ、汚れを拭き取るような感じで擦るとこういう音が出ます。これを、まあ、タイミングよく鳴らすと、鳥がもうそこまでやってきてますけどね、やってきます、呼び寄せることができます。そして、まあ、今みたいなそういう音が出るね、オーディオボンのバーズコールという商品が販売されてますので、まあ、興味ある方はそちらも見られたらいいかなと思います。こういうちっちゃい筒にね、キュッキュッと回すようなやつが、気の摩擦で今のような音が出る、鳥を呼び寄せる道具があります。はい、今日はそういう話でした。それではまた、バイバイ。